ホリドタキネンシスホラドッタチャネンススは、ホリドタ族のン化植物の一つ。垂れ下がる下水に小さな白い花を10個ほどつける。常緑の多年生双本。植物体は背丈10から30センチメートルだが、小さい方は6.5センチメートル、大きい方は40センチメートルのものまで知られている。新芽の輪ペは4から6枚あり。 短い方では0.8から1 5トル、最も長いものは2から4 5トルで、時に7トルに達するものもある。先端は鈍く尖るか尖り、膜質から草質、時にやや角質で乾燥すると巻き込む。また早い時期に分解する。葉脈は普通は不明瞭。ニセリは1から2 5トルほど互いに離れてつき、 長さは2.5から8センチメートルで、小さいものは1センチメートルから大きいものでは1 1トルまで見られる。形としては、下半分あたりが最も膨らみ、上に向けて細まり、乾燥すると縦方向にシワを生じる。曖昧だが鈍い量が4つある。葉は、ニセリン系の先端に2枚つく。傭兵は、長さ1から5 5センチメートルで、 1> 幅1.5から4ミリメートル。養診は、卵状大円型から線状ひ引張り形、性より幅広く卵型である例もある。大きさは、長さが普通は8から2 0トル、ただし小さい方は4センチメートルから、大きい方は2 6トルに達する例もあり、幅は1.5から5センチメートルで、6 5センチメートルに達する例もある。先端は尖るか、 強く尖り、草質で葉脈が3から5本走り、これはやや明瞭に見えるが30から45本ある。祭脈はほとんど見て取れない。夏季は春で、元気時では4から5月に開花が見られる。相上過剰は新芽が出現するか、あるいは半ばまで伸びたところで葉の展開する前に出るか、あるいは葉の展開と同時に出てくる。 花の数は10から20が普通で少ない場合は6個、多い場合には33個もつけた例がある。花形は丈夫で、輪辺から伸び出して、長さ0.5から2.5センチメートル、ただし果実ができる頃にはさらに伸びて7.5から10センチメートルになり、長い場合には16センチメートルにまでなる。果軸は多少とも細くて、柔らかく垂れ下がり、ややジグザグ状になっており、 長さ5.5から1 5トル、時に3 0トルに達する。石管の長さは4から8ト、mm、ルで、つまりこの間隔で花がついている。花を含まないツトはないのが普通で、稀に一つあり、その場合は花を包むツトと,と同じ形である。花を包むツトは開花の期間中は残っており、光沢があり、横長の楕円型から卵状楕円型で、 長さ10から15ミリメートル、幅7から12ミリメートル。膜質から草質で、先端はやや尖り、普通は内側に巻き、そうでない場合は、ボート状になっている。脈は9から15本ある。内側には通常多数の毛が散在する。花は、比較的平らに開き、新弁は下を向き、倒立はしない。消化は、長さ長さ1から5ミリメートル。 太さ0.3から1.5ミ、mm、リメートルで量があって、角張っている。脂肪は、長さ1.5から3.5ミ、mm、リメートルで、その断面の形は明瞭な量のために星型になる。中学編は、卵形からやや光り形で、長さ7.5から10ミリメートル、幅4.5から7ミリメートル、先端はやや尖り、5から7本の脈があり、中6は明瞭。側学編は、 卵形から、卵状大型で、長さ7から10ミリメートル、幅4から6ミリメートル、先端は尖るか、強く尖り、時には、先端が小さく突き出している。脈は4から6本あり、中六が多少とも膨らんで、丸いか平らな流骨をなしている。側下弁は、卵状ひはり形から線状ひはり形で、長さ6.5から9ミリメートル、 1> 幅1から2.5ミ、mm、リメートル、先端はやや尖り、脈は1から3本、中6は時に膨らむ。芯弁は平らにすると、長さ5.5から8ミリメートルほどになる。基部側の部分は、長さ4から5.2ミ、mm、リメートル、幅3から4ミリメートル、高さ2から5ミリメートルで、側列辺は直立し、正面部分は幅広く膨らんだ形をしていて、先で急激に落ち込む。 脈は7から9本あり、中央の3本は、裏面で低く丸い量の形に膨らんでいる。内側の奥の方にはまばらに細かく単純な形の、毛が生える。先端の型の部分は反り返り、光沢があり、円は滑らかで心臓型か、ほぼ円形から横長の楕円型になっており、長さ 2mm、幅3から 4.5mm で、特別な装飾の構造はないが、として、 脈の部分が盛り上がっており、また時に乳頭状突起がある。随中はその外形としてはヘラ型で、長さ4から5ミリメートル。先端部は3つの列片があるか、あるいは不規則に波打っており、多少とも丸まっている。先端の部分は幅広くなっており、随中本体に対して流れる形でついている。その部分に入り込んだ形になっている役は、 幅広い心臓型で、長さ1から2ミリメートル、幅1.5から2ミリメートルで先端が尖っている。花粉界の大きさは0.9から1.5ミ、mm、リメートル、0.5から0.8ミ、mm、リメートル。中等はやや心臓型から楕円形の輪郭をしており、1から2.5ミ、mm、リメートル、1.2から2.5ミ、mm、リメートル。果実は楕円型で、本体は、長さ17から25ミリメートル、 幅10から13ミリメートル、縦方向に強い量がある。種子は、長さ0.4から0.5ミリメートルで細長い。学名の種小名は、中国産農を意味する。和名としては、たまらんがあるが、近年は使われていない。中国南部に分布する。海南島やベトナムでも発見されている。岩の上か樹上に着生する。 森林下にあることも明けた場所に出現することもあるが、概ね湿った環境を好む。標高は100メートル程度で見られた例もあるが、普通は500-1700メートルの地域で見られる。本属の中の分類には諸説あるが、フォーゲルは本種をセクト、チネンゼスに入れている。この節は補腹系が、器物上を這い、先端が垂れ下がらないこと。 偽ン形の先端にある葉が2枚であること、花の基部にある筒が開花中も残っていることなどの特徴を持つ。同説には他に3種を含めているが、本種はその中で、側下弁が中学辺より著しく、幅が狭く、新弁基部側の利面の量が3本である点を特徴として区別されている。本種のシノニムには、ゼロジネ族のものとして記載された名もあるが、 これはむしろセロジネの属の範囲に混乱があったためのようである。地域による変異もあり、例えばベトナムや海南島のものはより眼鏡で果樹が長く、花数が多い傾向があり、これをピーピランスラとして別種にする扱いもあった。しかしホーゲルはすべて本種の種内変異の範囲として、変種等の扱いを認めていない。用蘭として干渉のために栽培される。 日本には古くにトライしたものだが、最近はほとんど見ないと、石井、井上編集代表にはあるので、それ以前はもっと普及していたものと思われる。もっとも、乱点などでは普通に見ることができ、それほど希少なものではない。中国では本種を国籍桃と呼び、伝統的な医療に用いられる。急性、あるいは慢性の期間支援、痛、 十二市町海洋の治療によく用いられてきた。その成分に関する研究が数多くなされており、薬効成分も発見されている。以下、主として、ホーゲル、P43 から44園芸植物大辞典、P2932 園芸植物大辞典、P2932、石井、井上編集代表、P2124 園芸植物大辞典、 P2932 ホーゲル、P45 以下、ホーゲル、P44 から45ハットボーゲルプ、6から8ホーゲル、P43 ホーゲル、P45 以下、ワンイトール。ありがとうございます。